笹岡真治は、島根県長郡金城町出身の元プロ野球選手、野球指導者、広島東洋カープ監督。現役時代は、投手として、広島東洋カープで百0百勝部セーブや、ノーヒットノーランを達成するなど活躍した。長立雲城小学校3年で野球をはじめ、潮流金城中学校では、内野手であった。 島根県立浜田商業高等学校2年次に投手に転校。以来、県内屈指の投手として注目を集めたが、夏の甲子園、春の選抜には共に縁がなかったには、夏の甲子園島根県予選にてベスト4の成績を残している。卒業後は、NTT 中国野球部に入部。ソウルオリンピック代表にこそ選ばれなかったものの、アマチュア時代からすでに、 そのスライダーの切れ味はプロでも通用すると言われていた。1989年の第60回都市対抗野球大会には、三菱重工広島の補強選手として出場し、初戦で、与田剛と投げ合い関東勝利してベスト8。同年のプロ野球ドラフト会議で、野茂秀夫に8球団が競合する中で、希望球団だった広島東洋カープから1位指名を受け、 入団する。現役時代2004年2月18日に南市、転覆球場にて、プロ1年目の1990年4月12日に、初登板初先発を初勝利で飾り、スライダーを武器に2桁勝利、2桁セーブを挙げ、当時の日本プロ野球新記録となる17試合連続セーブポイントも、記録するなど、投手陣の主軸として活躍。 8月14日に広島市民球場で開催された対中日ドラゴンズ戦では各現時から NPB1 号であるサヨナラ本塁打を打っている。新人王には史上初の新人で最優秀救援投手に輝いた与田ツヨが選出されたがセントラルリーグ会長特別賞が贈られている。なお、初登板初勝利はドラフト制導入以後に限れば 球団初、ドラフト導入以前を含めても38年ぶり3人目の快挙だった。1991年は、先発に専念。シーズンを通して17勝、防御率2.44を上げ、最多勝利、最優秀防御率の2冠に輝き、チームのリーグ優勝に大きく貢献するとともに、シーズン MVP、沢村賞、ベストナインを獲得。 この年、4月25日の対阪神タイガース戦の3回から5月11日の対中日戦の7回まで4試合にかけて30イニング連続無失点の球団新記録を達成。また、10月23日の西武ライオンズとの日本シリーズ第4戦で先発し、8回1試まで無安打無得点に抑えた。1992年12勝を挙げ、 プロ入り以来3年連続2桁勝利を記録するが、翌1993年には、連続2桁勝利が途切れ、この年のセリーグ最多敗を記録している。1994年、開幕直後の4月13日対ヤクルト戦ではに、死球を与えたジェラルド・クラークが月光して、マウンド付近で転倒させられるアクシデントに見舞われた。 オールスター前までは先発としてマウンドに登っていたが先発では4勝6敗、防御率3.95と決して良い状態ではなかったこともあり、シーズン後半からはチームの事情によりセットアッパーへ転向。27試合の登板ながらイニング数は52回1、3を投げ3勝3敗 6S 防御率2.75と好成績を挙げた。 三村監督の計らいで最終試合に先発し、年間規定投球回数もクリアした。抑えの大野豊と共に、投手陣を支えた。1995年、プロ入り6年目で、初の開幕投手を務め、勝利投手となる。この年もシーズン当初は先発だったが、抑えの大野が不調に陥り、先発に転向したため、入れ替わりで、ストッパーに転向した。 1996年、プロ入り後初めて、シーズンを通して、抑えに定着。最速時速152キロメートルのストレートと縦に、大きく割れる、独特のカーブを武器に活躍し、自己最多の23セーブを記録。前年は先発、同年はリリーフとして2年連続で開幕戦の、勝利投手となる。6月26日から6月30日にかけて、5日。 連続セーブの新記録を達成。7月23日のオールスター第3戦の9回に、登板、堀光一、国母祐気ブリトーを3者連続見逃し三振に仕留めて、優秀選手賞を受賞。11月に行われた、日米野球では、第1戦と第3戦にリリーフで1イニングずつ登板し、第1戦で、バリー・ボンズ、アンドレス・ガララーガを、 第3戦で、イヴァン・ロドリゲス、ブレイディ・アンダーソン、スティーブ・フィンリーを三振に仕留めた。1997年、前年に続いて、抑えに定着。同年対等してきた、横山隆二と共に、リリーフ陣を支えた。1998年、この年も、抑えとして、シーズンを迎えたが初登板で三失点の、サヨナラ負け。 その後8試合、無失点と復調したかに見えた5月14日の、大ヤクルト9回戦で一死取れずに、さよなら負けすると、新人の小林美恵が開幕からリリーフで、活躍していたこともあり、小林と入れ替わる形で中継ぎに転向6月4日に開幕投手だった大野が故障で、戦線離脱してしまい、先発の駒が足りなくなったこともあり、急遽先発に、 再転校したが、先発でも満足のいく結果ではなかった。7月5日の大阪神戦で、新庄強しから通算戦奪三振を達成。1999年、新たな九種シュートを習得して、先発として活躍。1991年の17勝に次ぐ15勝を挙げ、リーグトップの13関東、5完風を挙げる。 5月8日の対中日戦では、ノーヒットノーランを達成。2000年、2度目の開幕投手を務め、勝利投手となる。前年に続いて、先発として2桁勝利を記録。2001年、3度目の開幕投手となり、負け星が先行はしていたがお、防御率は2点台だった。しかしオールスター直前に、抑えのエリック・シュールストロムが、 故障離脱してしまい、オールスター明けの後半戦から抑えに再転向する。しかしリリーフ初登板となった7月31日の、対横浜14回戦の10回同点の場面で、登板すると一死も取れず6失点で負け投手となり、最先の悪いスタートとなった。シーズン終盤まで抑えを務めていたが、幸不調の波が激しく9月27日の対巨人28回戦に、 救援失敗すると抑えも、小山田康弘に入れ替わった。2002年、この年は、年間通して先発ローテーションを守り、9月4日の大阪神戦で、片岡敦史から通算1500奪三振を達成。しかし勝ち星に恵まれず発祥止まりで終わる。2003年、前年に続いて、先発としてスタートしたが、小山田に代わって、 抑えを務めた新人の A 川勝弘が夏場以降失速。これを支えるためにシーズン途中から抑えに再転向。9月14日の対横浜ベイスターズ戦では NPB 史上6人目となる通算100勝 100S を達成した。2004年、抑えの A 川につなぐセットアッパーとしてシーズンを迎えたが、 英川が開幕から絶不調で5月頭から英川に代わり抑えとして登板する。しかし5月半ばから立て続けに救援失敗すると、抑えも大竹博に切り替わった。7月以降はチーム事情により先発に再転向7月こそ3試合先発1勝1敗防御率8.73と不調だったが、8月以降は8試合で1勝2敗だったが、 二失点以上する試合がなく、防御率も2.11と安定感を見せた。2005年、前年後半の安定感から先発として、スタートするも、先発として一勝もできず6月1日に5敗目を、記録すると2軍に降格。ルーキーイヤー以来となる2軍登板を経験する。セパ交流戦明けから1軍復帰後リリーフに転向。リリーフでは22試合で1勝1敗。 防御率5.90だったが、実績点2以上した試合が3試合しかなくその3試合を、抜くと防御率は1.10と、安定した投球を見せた。しかし、チーム最年長ゆえになおかつチームが中盤、異降開に低迷してしまったことで、若手主体に切り替わって、登板自体が限られてしまった。この年、 出身地の近所町から、町民栄誉賞を受賞している。2006年、前年の野村健二郎の引退により、チーム最年長選手となる。また、先発投手に再転校。当初は、黒田博樹大竹博史ショーン・ダグラスの脇役的な扱いだったが、最終的にはチームで唯一シーズン通じて、ローテーションを守って投げ切り。 規定投球回数に到達するとともに8勝を挙げた。5月4日には、東京ヤクルトスワローズ戦にて、先発通算100勝目を挙げる。先発100勝かつ100セーブという記録は、江夏豊以来史上2人目。39歳での規定回数到達は、大野豊に次ぐ、球団史上2位の恒例記録であった。2007年9月19日に、 現役引退を表明。10月6日の対横浜最終戦が、笹岡の引退試合として行われた。10から0と広島が大量リードして迎えた9回、表、西無双者で、村田周一を迎えた場面で登板。3ボール1ストライクから投じた5球目、高めのボール球を、村田は、強心左中間、スタンド中段に飛び込む、本塁打を打たれた。 当時は、投手の引退試合では対戦する打者は、空振り三振で送り出すことが半ば暗黙の了解であったが、笹岡があくまでも真剣勝負を望んでいたこと、意向を踏まえ広島側が、事前に気持ちよくフルスイングで送り出してほしい。展開次第では、打ってもらって構わないと横浜側に伝えていたこと、実際に試合の大勢が決していたこと、 なおかつ村田も引退試合の当番が支給では忍びないと腹をくくっていたことなどの要因からこのような結果になったと分析されている。なお、村田はこの本塁打がシーズン第36号であり35本で並んでいたアーロン・ガイエルら3人との争いから抜け出して単独での最多本塁打のタイトルを体感した。引退試合を終えた翌10月7日の対。 ヤクルト最終戦では、笹岡と同じく同年限りで引退し、天時代にバッテリーを組んだこともある、古田敦也の引退試合に8回裏西の場面で、ワンポイント登板した。この試合最後の打席を迎えた古田を夕頃に打ち取り、ベンチに引き上げる際には、古田と固い握手を交わし、花束を受け取った。さらに試合後は、左翼席へ、サインボールを投げ込んで、 東京のファンに別れを告げ、マーティに最後のわがままを聞いてもらった。全部まっすぐを真ん中に投げるつもりだったけど、玉が遅すぎた。すごくいい思い出になりましたと考えに浸っていた。古田は、後年、笹岡が登板することは聞いていたことを明かしており、玉が遅いんですよ。プロの玉じゃないんです。もうトロトロトロって、もっとピュッと来てくれんかなと。 これ引っ掛けるわと思ったら、ショート頃だったと対戦を解雇している。引退後の2008年から、7年間中国放送の野球解説者として活動。また、2012年までは、RCC のネットキー局である、TBS テレビ TBS ラジオの解説者も兼任。解説者と並行して、スポーツ日本の野球評論家も務めている。2013年から、 TBS テレビラジオとの関係が曲契約から中継ごとの本数契約に移行したためラジオではそれまで出演していなかった日本放送文化放送及び NRN へ配信する中継にも出演していた2014年10月28日広島の2軍投手コーチ就任が発表された背番号は882019年からは一軍投手コーチ 2019年10月7日、2020年シーズンより、第19代広島東洋カープ監督として、チームの指揮を取ることが発表された。同球団で、投手出身の監督は、長谷川良平以来53年ぶりである。2021年9月4日、東京ドームで行われた、対ヤクルト戦で、交代選手を告げず事後報告したとして、 コミッショナーから厳重注意を受けた。他、ありがとうございます。